の自分でやろうと思った。ケチロケチロネイルだよケチロ。ね、なんか横向かなくなっちゃった。え、やばすぎる。ねえ、横に向いてくれない件についてどうしたらいい？え、なんで？ちょっとマジで横向きゃなくなっちゃった。よっきゃない。ねえ、ちょっと。くそー。全然横向いてくれないじゃんと思って、ちょっと止めちゃった。再起動かけ。ゼップまでに髪の毛もう一回切るか切らないか迷ってるんだけど、どうしたらいいかな。もう一回ぐらい切りたいよね。髪切りありがとう、乾かした。またぜ、テテちゃんありがとう。テテちゃん、あ、結婚していただきました、ありがとうございます。どうしよっかな、どんどん短くなって間違いない。これ以上短くなったらどうなっちゃうんだろう。いや、もういいか。いや、わかんない。美容院入れたんだけどさ、顔周りだけ切りに行こうと思ってるんで、前髪とか大事だから、本番前にね。え、どうしたらいい。もう一回だけ切るか。いいバランスだった、思う、間違いない。ねえ、みんながもしさ、クリスマスプレゼントをさ、クリスマスプレゼントをさ、どうする、クリスマスプレゼントを、あの、もらえるよってなったら何もらえます。たらどうする。お人デート券だって、いいね。待って、カジーとデート券にしよう。したらもう家から出ないけど大丈夫って勝手に言うちとマジレスするとトースター欲しいって。え、わかる。うちもです。魚焼き器でパン焼いてます。めっちゃ一緒。トースター欲しいよね。でも、置くとこなくて買ってないって感じなんだよ。置くとこがないの。めっちゃわかる、それ。家の最寄りの踏切。何、踏切がないの？マジ？やばいじゃん。やばいじゃんって言って。やばいじゃんってかわいそう、うちやばいじゃんって片そうです。え、本当に、え、結構やばくない。え、踏切ないの、丸出し電車。え、マジこれ困った。アプガニ武道館公園だって。嬉しいなあ。私もか、マジでマジで私でっかいところでライブしたいの。なんかここから
どう上がっていくかってすっごい大変なことだと思うけど、私はこの夢を絶対に諦められなくて困ってる。でも絶対にみんなと一緒にでっかいステージ行きたいね。頑張ろうね。私が頑張んなきゃ。でもね、まず頑張ろう。本当夢は、まあ本当にこの夢を叶えられたら本当に人生変わる。天城府って分かる分かる。天城府、マジ武道館な。私は諦められない。必ず立つなんて簡単には言えないけど、絶対に立ちたいって思ってる。ただまだ立てる人間じゃないってことだね。立てる人間になるように頑張るんだ。私はここ一筋めがけて走ってきてるので、一度も揺らいだことはない思いです。武道館、必ず武道館。この気持ちは薄れたことは一回もないよね。本当に諦めたこともないし、弱まったこともないし、このグループを立たせたい気持ちが、自分が立ちたいって最初は思ってたんだけど、今はもうこのグループが武道館に行くことを常に意識しちゃうよね。髪の毛がノリみたいで最高じゃないか。ノリーズビューティフル。あー、ミストさん、こんばんは。ノリーズビューティフルです。イントロがめっちゃ好きです。私イントロが好きすぎて泣きそうです。いつもありがとうございます。ミストさん、1月4日にゼップ羽田のワンマンライブがありまして、さあすごいですよ。本当に B チケット全部なくなっちゃったんで、皆さんどうか A チケットの方、 A チケットめっちゃまだあるってめっちゃまだあるって、どうやったらみんなにゲットしてもらえるかななんてずっと考えてます。この配信が私はすごく大事だと思うんだよね。頑張る。一生応援する。だってありがとう、うん、羽田行くだってありがとうございます。嬉しい。ちょっとこれショールームやってますってアピールしよう。ゼップの直筆サインチケット発売中みたいな。来てください。皆さんぜひ待ってますね。そう、でも嬉しい。 B チケット全部売れたのが、ありがとう。ポチだから陰でめっちゃ見せるって。見つけたいんだけどさ、串カツ振っててよね。お願い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 。あ、
青いペンライトじゃなくて串カツ振ってて串カツ分かるんだけどな大丈夫、青いペンライト振ってくれ。いやもうショールームの家事のこのショールーム見てる人の同窓会だから、ゼップはマジ来て、マジお願い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 、食品 OK だって、違いないのおもろすぎる、お願いどうやって来てくるかな、どうしよう、青いペンライトいるかな、青いペンライトいるかな串カツつまみ出さおもろい、串カツ田中行く、絶対終わったら絶対串カツ田中行くから、マジでマジで食べたい、どうしたらいい、どうしたらいいの、お腹が空いた、お腹が空いた、お腹が空いた、もうまた寝るだけだ、頑張る自分、なんか目のここなんかついてるよ、ね、なんかついてない、私何がついてるの、あ、なんかラメついてんだけど、取れた、ちょっと見せてあげる、うん、キラキラー、キラキラメ、キラキラがついてて、何のラメだこれは嫌な予感、アプローチだったらどうしよう、大丈夫だ、みちともさんがキラキラのアプローチつけてたから私も買ったんですよ、羨ましくて、キラキラのアプローチ、フライドチキン食べてる、だってね、待って、今年のクリスマスめっちゃさ、スーンってきた、なんかゼップってことばっかり頭にあるからさ、クリスマスってのがさ、めっちゃ薄れてた、薄れてる、ちょっと、あと梅棒とゼップがあるから、もう完全に私の中ではクリスマスっていうのがもうどっかに行ってしまっているところがあります、すいません、どうか私に皆さんからクリスマスのなんかこれください、なんかクリスマスだよ今日はみたいな、だからみんなが今欲しいものマジで言ってほしい、一回言ってみて、じゃあサンタさんが来ます、マジサンタさんが来ます、じゃあ紙に何々くださいって言ったら確実にもらえる、常識の範囲内で、どうかみんな答えてみて、家事はね、どうしようかな、私はそうだな、めっちゃ姿勢悪くない、こんなになってる、私こんなになってるわ、知識だって待って、あげられるのかな、それ現金だって、まあ大人になるとそうなっちゃうんだよね、じゃプレゼントじゃなきゃダメだよってなったら、現金とか、なんだろう、なんだ、金券とか、例えばこう物じゃなかったりとか以外だったら何っていう、テキュラクポープレゼントありがとうございます、おー橋本くんプレゼントありがとうございます、何入ってんだろう、嬉しい、ありがとう、家事の写真集だって、ね、作る、君のために作るか、家事のサイルチェキだって、うわ、サンタさんにそれ頼むの、あ、いい子いい子何目線だろうっていう、うん、明日9時でカジちゃんのチェキが当たりますよ、みんななんかすごい優しいね、本当に、うん、ありがとう、なんか嬉しい、そうやって言ってくれる人がいることに感謝、頭上がらないよ、ぬくもりとかってことだって、いやだから例えばだよ、例えば電子レンジが欲しいですとかあるじゃん、冷蔵庫が欲しいですとか、最近ギターやりたいなと思ってるのギターが欲しいですとか、クラリネットが欲しいですとかないの、みんな、じゃあ家事のチェキで
嬉しい。家事の時期って答える人天才だね。すごい。大丈夫、忖度してない？家事が喜んじゃうだけだよね。もう枕元持って行って願う、君の願うと一緒に取っておくわ。天使ちゃんありがとうございます。ちいちちゃんありがとうございます。家事です。きょうちゃんありがとうございます。いいパソコンが欲しいだって。いいパソコンってなるとさ、何が一番今はいいんだろう。性能最強パソコンで何だろう今。性能最強パソコンって調べてみよう。何だろう。カメラのレンズが欲しい。あ、そうなんだ。いいね。なんかいっぱいあるんでしょ。しかもなんか新作と結構出るんだよね、カメラのレンズって。全然詳しくないから全く分かんないけど、デジガルスピータイプのトランペットくださいだって。なんかすっごいかっこいいね、トランペット欲しいの。いいや、一緒にセッションしよう。ギターって言おうとしたけどギター持ってるんで練習する環境と時間。うわ、でも間違いないね。大人になっちゃうとさ、やっぱりさ、お金だったりとか時間だったりとか空間だったりとか知識だったりとか欲しくなるのよ。なんか瞬間にしてなんか努力でしか、補えないものみたいなのが欲しくなるよね。分かる。そんなこと言ったらやっぱ私もさ、橋本環奈ちゃんの顔面が欲しいとか言いたくなっちゃうもん。橋本環奈ちゃんの顔面が欲しい。いい。他に一回食べても太らないみたいなものが欲しい。ツッツルのお肌が欲しい。言っちゃうよね。やばい。絶対欲しいって言っちゃうじゃん。あ、みしさまさん、サナさん若い時に体力くださいだって。みしさまさんは本当に最近はこうダイエットがすごくて、細くムキムキに。会社も頑張ります。でも会社は今減量中です。ステップに向けて、さて何キロまで落とせるかなっていうところですね。頑張ってはいますけど、そんな大した変わらなそうで困ってます。小腹空いたんでカヌレ。カヌレでいいんですか。カヌレで新作って言い方も聞かないで、なんていうの、なんか新しいレンズがとかよく言ってるじゃないですか、カメラ好きな方。最近出たんですよみたいな。それは新作って言わないのかな。なんかゲームとかが好きだからそういう言い方しちゃう。面白い。いひひ。おもろい。レンズ値段がピンキリ。いいやつはものすごいしますしね。お手軽に買えるのも逆にあるのか。ニキのカレンダーだって嬉しい。ありがとう。君の生活の一部に2期が入ってるのが嬉しい。マルチベクター欲しいだって。カジが教えてあげましょう。嘘です。私も1個持ってるだけです。すいませんでした。知ったかぶりをしました。使いこなせてません。そんなに。やばすぎる。あや顔面いじらないの？じゃああやの顔面は、あ、顔面いらないのか。いらないの。じゃあアイアンの顔面俺がもらう。いるいるけど、でも私がさ美容整形の方にさ、あ、ジェイクありがとう。あ、ゆくありがとうございます。美容整形の方にどこを整形したらいいですかって聞いたらさ、どこって言われるんだろうね。目かな。一番鼻かな、やっぱり折ってるし、ボコボコしてるから、ま、輪郭なんかな。こう言われるんだろう、ね、気になる、ね、でも私目直したぐらいじゃ絶対にそんな変わんないと思うんだよね、うん、輪郭だと思う私は。いや輪郭なんだろう、なんかこうバランスだと思うんだよね私。難しい、ね、え、知ってます？ TikTok でこの芸能人はどこ直してたいと思いますか先生だったらみたいな。そうそう、でいつも、あ、すごい綺麗な顔されてる方ですよねって強いて言うならっていつもやってる TikTok があるんですよ。それが
面白くて見ちゃう。すごいいい先生なんだろうなってこうすごい苦しみながらいつも言ってるんですよ。この方すごい綺麗な方だからなとか言いながらやってるのが素敵だなって思います。毎日配信切れたら察しますよって。あー確かに確かに。てか実まですっぴんで配信してるんだろうね。23歳になってまですっぴんでショールームやると思わなかった。うん、ウケるね、面白いな。そうだ確かに、うん、すごい。でも嬉しい、みんなカジこんな顔です。これからも君が好きって言ってくれるなら変えないよって。変えようって思ったことないんだけどね。いやないよ、願望はあるけどね。こうしたら可愛くなるかなっていうの。でも私わかんないや、あんまり分かってないのよ。こうしたら可愛くなるんだろうなっていうのがもうわかんないから、ずっとこの顔でいますけど。だからできることはやろうと思ってる。だからマッサージ、顔のむくみをね絶対に取りましょうみたいなマッサージを頑張ってやってみたりとかはするよ。こう目がもうちょっと大きくなったらいいなと思って、こうグワーッとさ、うわーっとかさ、メイク新作買ってみたりとか、今の流行りをちゃんとね持ってみたりとか、いろいろ考えてやってはいるけれど、なかなか顔を変えようと思ったことないかもな。本当になんか前ぼつとかあるじゃないですか、二重とかあれとかも絶対怖くてできないもん。どうしたらいい、だって痛そうじゃん。私痛いの嫌なのよ。目からだけでもだいぶ変わる。ね、なんか私さ、なんかねメイクさんによく言われるんだけど、なんか顔パレットみたいらしいですよ。なんかちょっとでも変えるとメイクで結構印象がねこう変わるらしいですね。そういえばゼップ前に小学教室行くのって聞いちゃう？予約取ったよ。でもなんか小学教室っていうか、あのむくみ取りですねは行きます。いつも行ってるところに、いつも行ってないですよ。こういうなんか撮影の前とかそういう時に小顔矯正行く。言うよ。私はこういうの言っちゃうから、もうゼップの前は行くよね。予約取った。別に宣伝もらって優しいな。でもみんなに可愛いって言ってほしいくん頑張ってるんです。うん。最近さっきコロコロ見てないって。実はさ、コロコロ実はめちゃめちゃやってるんだよ。そうね、コロコロの使い方をね、もうねマスターした。こうやって一回清潔にね保っていきたいから、こうシュッてやる。シュッてやって、こうやって一回こう綺麗にしてからいつもやるっていうね。もうプロでしょ。こうやって見ると、しかもこのシュッってやつはこう消毒っていうか、こうお肌につけても大丈夫なこうやつなんだけど、アロマの匂いがする。チン、素敵でしょ。あー冷たくて気持ちいいけど冷たいの嫌だ。こんな感じ、明日めっちゃ可愛くなってるかもしれない。なので使い方が私めちゃめちゃ間違ってるのね、これ。だからあまり配信でやらないの、うん、だって自分はこういう使い方をしたいって思うけどさ、絶対にこういう使い方じゃないじゃん。そうだからあまり配信でやらないの。みんな心配しちゃうかなと思って、使い方違うよって。いやそうなんだよ、全然使い方違うんだよ。そう気になっちゃうでしょみんな、私が違う使い方したらそうやって使うのとかさ思うでしょね。だから嫌かなと思って、嫌だよなって、イライラしようかなと思って、あんまやってないな配信では。ちゃんと使ってます。いや私はこうもう長年これを使っ、長年というか長く使って、私が一番次の日にあの効果が出るやり方これなの。本当にこれなんだってば。マジマジ本当にこれなの。マジで本当にこれなんだってば。うん。
マジこのねゴリ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 っていうところがあるの、そこを重点的にクーってやるのが私的にはすごい好きするの。本当はだよ、これの使い方の本当ね、本当のこれの使い方してたけど、本当はここから上に1回2回、これ絶対グッて下げちゃダメなの、2、3回、4回、これ10回程度です。そうで、こっちも10回、でも絶対にうちのやり方の方がうまくいくからって思ったんだけど、違うの、聞いてた、はい、先生あの顔のなんか何形的にめっちゃむくむし筋肉がめっちゃ硬くなるらしいんですよ。だからいつもメイクさんにものすごい時間マッサージをしてもらうので、この間の撮影の時もすごい長くやってもらったよ、うん、その感じでいくとこんなんじゃ私多分こんなんじゃダメなんだと思う多分、うん、だから嫌でしょ、私こいつ全然違う使い方してんだけどとかさ思うじゃん、思うよね、ごめんね、でもうちこの使い方が一番いいと思ってるんだ、ごめんねすいません、どういうことかね、こうやって、あ、ごめんね、あんま見えない、マジでこのゴリゴリっていうのをなくすまでやるの、絶対こっちの方が爪の皮がピンクからね、だから私のさヘアアイロンの使い方も嫌でしょ、私のヘアアイロンの使い方やばいんでしょ、上に向かってもう嫌でしょ、みんなそうやって使うんじゃないよってさコメントしたくなるじゃん、いやそうだよね、ごめんねって思うの、イライラしちゃうよねって、ごめんイライラしないのかな、なんかごめんねってモヤモヤするよねって、ごめんねいつも思う、いつも思う、でもうちはこれじゃないと嫌なので、みんなってなんでそんなさちゃんとさできんの、使い説明書読んでしっかりやってるんでしょ、きっと。ほらコメントで来てんじゃん、説明書読みなよって、え、みんなマジで説明書ってよ、ガチ読み派、ガチ読み派、だってうちマジでさよくないね、よくないよな、なんでうちって、いや説明書読むよ、読むけど説明書通りにちゃんとやったことないかも、ほら物は教科書通りに使いたい、そうだよね、いや普通そうなんだよな、なんて私どこで間違えちゃったんだろう、何がきっかけで読まなくなっちゃったんだろう、何なんだろうな、分かんないな、ガチ読みとは熟読小説みたいに読んじゃうみたいな、声に出してとか、声に出してはやんないか、悔しいリコーダーの使い方間違った、やばい、そうだよね、痛い、家事の取説が注意したよ、うちのね取説やばいよ絶対、もう収まんないよ、辞書、
辞書1個分ぐらいじゃない、せめて2個はいかないっしょ、さすがに。いや、行かないと信じてる自分を。いや、普通説明書読むよね。ちょっと足保湿してます。私の取扱説明書はまずは1ページ目、温めてください。温めてご使用ください。寒いのは嫌いです、かといって暑いのも嫌いなんで、めんどくさ。温めてご使用くださいです。私も寒いの嫌いなんで、マジで小さめの嫌いだから。温めて ご使用ください。そしてそうね、牛乳を与えないでください、かといってカルシウムは取らせてください。温めすぎないでください。溶ける場合があります。あとワセリンのリップを持ち歩いてください。私ワセリンのリップがないと生きていけないんで、夏もリップは塗ります。毎日寝る前、朝起きたら、ご飯食べ終わったら、うがいしたら、メイクする前、全部リップ塗る。今この家にワセリンのリップは何個あるでしょう。1,2,3,4,5,6個あります。やばいよ。え、あとドラマは見ましょう。ドラマは見ましょうじゃない、ドラマは見せてください。ドラマ、恋愛リアリティショーは見せてください。あとは好き嫌いが激しいですが許してください。お腹が急にいっぱいになってしまうことがありますが許してください。基本的に家から出たがれないですが許してください。でも一緒にお出かけはしてください。ねえ、うちめんどくさ、うちこんな人嫌なんだけど、自分だけどこんな人嫌だ。あとこだわりを強いので、どうか受け入れてください。みたいな。ナイス、ありがとうございます。私共感してほしいっていう気持ちは別にないのよ。それは人それぞれ考え方があって、その全ての考え方が私は素敵だと思う。だから私は受け入れてじゃないか、許してくださいが多いかも。歌の歌詞って、歌の歌詞にしようかしら。なんか自分の取扱い説明書を頑張ってみました、喋ってみました。もう全然共感してくれなくていいの。だって苦しくなっちゃうでしょって、ごめんねって。看板が全然くらいめんどくさい。そうか、私が自分めんどくさいのは食です。もう本当に好き嫌いが激しすぎて、本当に、ああ家事これ食べれないんだ、あこれは食べれるんだとか考えてたらみんな疲れちゃうから、もう気にしないでって。え、無理か、食べれない。いや、気にしないでは無理だよな。なんかやっぱ個人行動だよな、基本は個人行動で生きていこうね。自己責任、個人行動派でも許してね。あとは枕カバーとメイクブラシ、スポンジとかは全部洗おうね。味はアトピーなので肌が弱いので、ダニは嫌いです。ちっちゃな。
こんな感じやだよ。ダニとかハウスダストとかが本当に苦手なので、年中万年万年慢性鼻炎か。だから空気清浄機をたかしてね、掃除機はかけてね、枕カバーは洗濯してね、メイクブラシは洗ってね、リップとかちょっと使えないものがあるけどごめんねって。あとは VO5 がないと生きていけません、ヘアスプレーください、髪の毛がいつもぐちゃぐちゃでごめんなさい、寝起きがひどい、朝はとてもすっきり起きれるので夜は早く寝かせてください、もしも少し古くなってきて目移りするときはお大丈夫だよ、私が蹴り入れるからとりあえず蹴りを入れるから自分で帰りなさいね。はい、分かりました。実家になれると、実家離れると生活がこだわりの城みたいになるタイプだって。うわっ、それ怖いね。あんま家に居すぎてるのかなって。しまう、Oh my God、ショールームの推しなぜか配信やめちゃったもん。え、そうなの、誰、大丈夫、え、寂しいね。アヤの城が出来上がり、干渉されたくないけど嫉妬的な感情はあるって。いや、めんどくさいね私って。そうかもしれない、なんか猫気質らしいよ。なんか可愛く言ったら猫って言ってるだけで相当めんどくさいから、猫っぽいねっていう言葉を聞くととてもマイルドに聞こえるなって思うんですけど、私は猫ごとぎではございませんって、すごく猫に謝りたくなります。猫は可愛いからいいんだけどね。メンヘラなのかな私って。え、私ってやっぱメンヘラ、え、違うと思ってるんだけど、メンヘラじゃないよね自分、大丈夫だよね、不安になってきた。メンヘラ検定とかないかな、大丈夫だよね。いや、メンヘラが私悪いことではないと思うんですけど、メンヘラタイプ診断、メンヘラタイプ診断、感情がすぐ顔に出てしまいます、はい、とても当てはまる。人から指示されるのは嫌いだ、あ、指図されるのは嫌いだ、はい、やや当てはまる。何かをやっていく時でもよく他のことに興味が湧く、はい、とても当てはまります。自分ではよく気が利く方だと思う、どちらとも言えないと思います。他人に同情してしまいがちです、あんまり当てはまらない。何か選ぶ必要があるときすぐ決心してしまう、はい、とても当てはまります。意見の違う人とでも気軽に付き合っていける、あ、それは大丈夫です、やや当てはまる。深く考えるよりすぐ行動したいって、やや当てはまります。日頃から無駄遣いしがちだって、全く当てはまらないです。リーダーとしてみんなを引っ張っていきたい、あまり当てはまらないです。あ、皆さんに言ってはいけないことを言ってしまった気がする。私あんまりリーダーシップを取ることは得意じゃないです、サブリーダーなんですけどね、すいません。新商品、新しい店に興味があり気になる、はい、当てはまります。世の中に不満なことが多い、とても当てはまります。いやな女だね、ごめんね。行動を起こすとき先々のことを考えてしまうって、あ、とってもいや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 かな。たくさんの人と関わり合っていきたいって、あんまり当てはまらないですね。
現実より理想に憧れる方だ。いやいや、当てはまりますね。どちらかというと真面目で冗談あんまり好きではない。いや、冗談大好きです。いやいや、やり方やルールを変えるのは好きではないって、ああ、あんまり好きじゃないですね。人と関わったり人を世話するのが好きな方だって、あ、うん、普通です。どちらというと開放的で陽気なタイプ、うん、どっちでもないですね。取り越し苦労をして落ち込むことがある。何、取り越し苦労って。取り越し苦労って何？取り越し苦労とは何だろう。まあ落ち込むからいいか。え、めっちゃあるじゃん。自分は礼儀を重んじ堅苦しい。いや、そんなことない。だらしないことは嫌い、几帳面。いや、だらしないです。物事に熱中すると他のことどうでもよくなる。はい、そうです。人から嫌われるようなことをしてはならない。いや、間違いなくしちゃダメでしょ。人のことを羨ましく妬ましく思うことがある。あります。これ大丈夫？流行りに興味が強く、流行に遅れたくない方だ。あ、全然遅れていいです。大丈夫？私、人におだてられるとついついその気になってしまうって。あ、はい、なります。あの、単純な女なんで。人の噂が気になる方。あ、全然気にならないですね。自分がすることに自信が持てない。はい、全く自信ありません。どうしよう。気になったことがあったくま離れず苦しむ。はい、めっちゃ苦しむタイプ。自分がかは自分は変わってるので頑固に思われがち。あ、めっちゃ頑固だと思われてると思う。人のことを気にしながらも思った通り実行しないと気が済まない。いや、そんなことないよ。チャンスだと思えば迷わなく行動し移したい。はい、移りたいです。他の人が何を言おうと自分のやりたいことを実行したいって、何か言うんだったら大丈夫。何が何でも目標達成したいだって。え、マジでそれは思っちゃう。いやいや、ってハマる。新しいこと始めるとき心配事があってもとりあえずやってみたい。心配事、その心配事によるよね。他の人にどう思われてでも自分正しいと思うやり方で仕事したい。できれば目標を設定し手段や段取りを整え物事に取り掛かるようにしたい。うん、時と場合、仲間の意見が違っても自分が正しいと思うときは自分の意見を通したい。うわー、そんなことない。仲間だったらね、その仲間の意見大事な気がしちゃうね。え、待って、めっちゃ問題あるんだけど。さまざまな情報を整理して自分なりにまとめたい。はい、まとめたい。もう何事も実際に自分の目で確認したい。うん、めっちゃそう。何事も確認したい。自分の興味をのためには時間も金も惜しまずのめり込みたい。いや、お金は大事だよ。だからね、自分の仕事が忙しくても悩んだり困ったりしてる仲間を助けたいだって。え、仲間なら助けたいでしょ。ねえ、どうだろう。やれると思ったらためらずにすぐ始めてしまう。やれると思ったらやるよ。理屈はともかく会話ひらめきで答えを出してしまう。割とね、つまらないと思うと人の話聞いてないことがあるって。なんか私そうらしい。自分の興味のためならお金も欲しくない。いや、お金大事。考え事をしてると全く関連のないことを結びつけてしまう。何かに取り組むときは自分独自の方法を生み出してしまう。あ、はい。初めての経験以前にも経験したように感じることはある。いや、初めてだって言っちゃう。決心するとき理屈や論理より自分の気持ちを大切にしてるって。いや、理屈や論理。言葉より数値や数式で説明する方が簡単だって。あ、ポンキと場合だね。ついつい理由や理屈を詳しく説明してしまう。うわ、めっちゃやっちゃう。それ超直したいところ。友達よりも自分の役に立つ人と付き合いを優先する。いい友達です。友達、うん、自分自身のことも他人のことも分析する癖があるって。うわ、それ結構やりがちかもしれない。理由を知るために分厚い専門書を読んだりする。あ、分厚くはないよね。自分の正しいと思えば他の目は気にせず行動してしまうって。いや、
気にするよ、ちゃんと。お前が気遣いはない現代発言を見るのが不愉快。あ、大不愉快です。私こういうのできない。人の体験談を聞いて共感することが多いだって。あるかも。落ち込んでる人を言うと励ましてしまう。励ますことだけはできるんですよ。解決はできないけどね。映画やドラマを見て感動して泣いたりする。はい、ギャン泣きします。憂鬱な気分になりやすいだって。どちらとも言えない。常にやることが多すぎて片付かないだって。あ、片付かないことが多いかも。いつも気分の切り替えうまくできてるだって。いや、そんなことないです。失敗しないように努力しなければならないと思いがちですね。失敗や嫌なことがあっても寝ると忘れてしまう。いや、忘れないです。私寝に持つタイプです。自分を問答にならないとイライラすることがある。ある、全然ある。ふとどこかに行ってしまいたくなる時がある。いや、あるよね。どっか行っちゃおうかな、逃げ出しちゃおうかな。一説ありますよ。物事につい悪い方向に、はい、悪い方向に基本的に考えてます。ダメだよね、直そう。心配なことがあると気になって眠れなくなる。あ、めっちゃある。眠れないよ、全然眠れなくなっちゃう。嫌なこと思い出します。あ、嫌なこと思い出してわーって声に出します。結構怖い。何もかもが嫌になるとき、あるある。それあるよ、人間だもの。時々他人を傷つけずにはいられないような気分になる。それはダメだよ、全くないです。時々何かを壊したくなるって。いや、物に当たらないタイプです。整理整頓しようないと思ってもなかなか片付かない。はい。会話をするときに何を話題にしていくか分かんない。分かんないよ。相手の気持ちがよくわからない。はい、わかんないです。人の話時についつい緊張してしまうって。あ、めっちゃ緊張します。空気を読みなさいって言われてもどうして言うかわかんない。はい、私空気読めないんですよね、結構。ごめんなさい。あ、アニメやドラマ、映画など登場人物の気持ちを考えたりしないよ。めっちゃ考えるよ。あ、終わりますね、もうすぐ。本当のこと言っただけなのに気分悪くされることがある。はい、あるんだよな、これが。怪我をしてまんまに痛い目が感じない。え、めっちゃ痛い。怪我をして痛がってでもかわいそうだと思わない。嫌だよ、めっちゃ。私コードブルー見れないから。たとえ大きなチャンスだと思ってもリスクがあるとはしたくないのって。わかる。ちょっとね、ちょっとわかる。ちょっとだけね。揉め事にならないように人の意見に反論を述べないようにしてる。述べないことはないけど、あんまり言わないようにしてる。揉め事が起こっても自分が合わせて済むことだと思ってる。割と思っちゃうけどね。でもどうしても無理な時は言うよ。信じれば人は悪い態度行動を改める日が来ると思ってる。え、結構思ってる。でもこれ穴口間違ってないと思う。気持ちや感情を優先せず一歩を引いて客観的に出来事を見直すって。あ、市場を入れるの好きじゃないんですね。結構知ってる話をされた時は時間を節約ために次の話題を。え、そんなことね、聞くよちゃんと。相手の話を直発された時自分の意見や知識を積極的に話す。割と押してるかもしれない。自分の興味のない話題は時間の無駄なので話題を変えるようにしてる。いやいや聞きますよ。相手の話の途中で道徳的な問題があれば指摘するって。あ、でも言っちゃうかも、気になったら。それ違くないとか言っちゃいそうだよね。私相手の話が感情的で合理的に書ける場合、考えを改めるように意見を言うって。だから言っちゃう時はあるよ、そりゃ。時々ね、相手の話が長いとイライラする。いや、もう長い話大好き。自分の欲求より他の人の欲求を尊重して優先しているって。どちらとも言えないな、自分の問題で人の手を煩わせないようにしている。あ、うん、申し訳ないじゃん。アドバイスをしてくれるような人を正しいので従うようにしている。従う、時々嫌われたりしないように謙虚にしているとか、謙虚にしているって。いや、嫌われたくないっていう感情はそんなにないです。人の欲求に希望は言われなくても汲み取るようにしているって。頑張ってはしてるけどね。どうだろう、質問されたらはぐらかす、ちゃんと答えているって。はぐらかす時あります。相手が謝らない限り自分から謝らないようにしてるって。うわ、そんなことはないかも。舐められるといけないんだけど不満を感じない文句を言うようにして。文句は言わないです、あんまりね。こちらの気持ちを汲み取ろうとしない相手とは付き合わない。はい言っちゃえばはいとか言っちゃった。相手に来るよ簡単、冷静になるように自分に威嚇して。あ、威嚇してる、めっちゃ。人からバカにされたと感じたら謝罪を要求はしないかな。あ、そういう人なんだなって思う。です。
どうだろう。来た。これかな。これだ。細かくて多かったな。8個の性格。何これ、怖っ。情に脆いだって。これ何、メンヘラパーセントとかじゃないんだって。主張が強め、ポジティブ気味だって。うちやった、一人が好きすぎるって。えバレてる。かなり繊細。周りに合わせがち。いやー、わかる。急すぎない。あ、急ぎすぎないだって。え、うちめっちゃせっかちだよ。誘惑に弱め。うん、弱いかも。おもろ。性格。社交性が。構成が高いとコミュニケーションを好んで求めます。社交性が低い、決断力が低い、自己主張が高い。嫌なやつやん。大丈夫かな。面白い。才能、慈しみ、オタクって。めっちゃわかる。包容力ある、優れた観察眼、切れ者、アーティスト型破り、有言実行、慈しみだって。そうなの。群れない、媚びないだって。キャー、これメンヘラ診断じゃないじゃん。群れない、媚びないタイプ。私あまり無駄口を叩かず、控えめで謙虚な印象を与えることが多いだって。そんなことないよ。無理して大勢の人と浅く広く付き合うことなく、信頼してきる人と狭く深くです。あ、めっちゃそう。そこは合ってる。人とのかかり疲れた時、落ち込んだ時にはゆっくり落ち着けるところを設けましょう。のみのみ過ごせる時間をきっちり確保することで自分のペースを保ちましょう。一人の時間にお互いのことを理解してくれる者同士の関わりをもとに、充実した毎日を送ることであなたは生き生きするのです。そうなんだ。だって仕事はコツコツ努力を積み重ねる、気の利く助っ人、不確実なことも素早く対応、信じられる仲間を支持するって。めっちゃおもろいんじゃん。全然メンヘラかどうか分かんなかった私は。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。当たってるかな、分かんないけど。当たってる？あ、本当？明日に備えても寝るわ。ちょっとメンヘラだったかどうかちょっと分かんないっていうでした。ちょっとまた後日メンヘラ診断やります。じゃあね。それではお手愛着せんの以上です。長いこと疲れちゃった。バイバイ。じゃあね。面白かった。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。皆さんゆっくり寝てください。